長崎電気軌道1050系電車は、1976年に登場した長崎電気軌道の路面電車車両。1976年に、同年3月で営業廃止となった仙台市電のモハ100系電車を譲り受けて誕生した。1976年3月に廃止された仙台市電のモハ100系電車古料を西鉄北九州1100系の廃車発生品である。 K-10 型台車を組み合わせたワンマン運転対応の反抗性、ボギー電車である。車体を流用した仙台市電も、0百型は、1952年7月に新潟鉄工所で製造された旧も破80型で、製造当初は全面3枚窓、前後扉だったものを、1969年のワンマン化改造で左右非対称の変則2枚窓、全中非となり、 1976年の廃止時まで使用された。長崎電気軌道での運行開始にあたり、仙台市電とは、機関とワンマン装備が異なることから、福岡県の西鉄産業で、台車変更とそれに伴う、大枠部の改造、台車周りの側板切り込みの拡大、固定式全面窓の一部開閉式化、ワンマン設備の長崎使用化などが実施されている。また、一部の機器は、 自社保有の予備品に取り替えられている。形式は当初900系が予定されていたが、9という数字が9、9といったマイナスイメージを連想させることから、仙台にちなんだ千と上と運行開始の1976年の言語である昭和51年にちなんだ50を組み合わせて1050系と命名された。 1976年10月6日に仙台市交通局職員参加の下、運行開始式が行われ、その後一般の営業運転に投入された。冷房装置を装備していないことから、1982年の1200系登場以降は稼働率が低下し、1990年以降は老朽化により廃車が発生した。2016年4月現在、 1051の一両が在籍する。同社は1985年に開業70周年、記念事業の一環として、仙台市電当時の図書区に戻されている。冷房装置がないため通常の営業運転では使用されないが、イベント時などには臨時運行される。方向膜が小さいため系統番号を併記できず、系統番を掲出して表示する。長崎スマートカードにも、 対応済み。東北地方が甚大な被害を受けた東日本大震災発生直後の2011年3月24日から4月20日にかけてこの車両がかつて仙台市を走っていたことにちなみ、頑張れ。東北号として東日本大震災被災地支援のための募金箱を設置して運行された。 最終的に32万1230円の義援金が寄せられている。胴体保存の維持管理が困難になったため2019年3月30日にさよなら運転を行い、翌31日をもって引退したが、同年4月1日時点では除籍されていない。2020年2月21日にパンタグラフと内部の電気部品を除く車体の部分においての譲渡が発表され、 2021年春にリニューアルオープンする埼玉県所沢市の西武園、遊園地2条と展示されることが決定。塗装をかつての都電カラーに変更した上で、2021年5月19日より西武園遊園地のエントランス前にて展示されている。西武園遊園地にて展示中の1051。ありがとうございます。